はい、今日は手ぬぐい店の、せっかくお店に来てますので手ぬぐい店のお店の様子をちょっと動画で撮ろうかなと思います。こちらはですね、ひらりさんのコーナーですね。こういう感じで、以前紹介したサンプルの洋服とかもこちらに飾ってありますですね。で、実際に手ぬぐいがこう来てますね。今日天気がいいんでいい感じですね。いっぱいありますね、ひらりさんの手ぬぐいがね。これこの間紹介したのとは違うのも全然ありますね。黒染め手ぬぐいもありますね。これがね、よくインスタグラムでよく見るでしょ、この感じね、この感じ。ここ一つ、ここひらりさんのコーナー作ってますね。で、続きまして、で、こう上がっていくと、ここがズカティさんとズクさんのはタペストリーに飾ってありますね。これいいですね。このタペストリー飾る棒は100均のやつですかね。あ、使ってますね。さすが。さすがかわかんないけど。飾ってますね。で、まあ、他のいろいろ商品あるんですが、これズクさん。ズクさんですね。ズクさんですね。いいですね。これもズクさんもいっぱい。ありますね、これも。追加が届きました、ね、あ、ズクさんも追加が届いたと。これ今日時点ですね。で、こっちもね、大輪と何でしたっけ、この丸四角まっすぐ覚えてる、丸四角まっすぐ大輪ですね。こうやって見るとまた違いますね、大輪もね。ね、いいですね。で、ぐるっと来て、メインのテーブルに行きましょうかね。ぐるっと来て、うっと、で、この辺に、まあ、この辺もちょっと軽くね、まあ、布もいっぱいあります。で、これも一応刺し子ちゃんなんで、これ刺し子もねありますと。で、ガーッと来て、こう来ましょうかね。で、この辺にドゥカティさん、はい、ですね、ドゥカティさんも、ドゥカティさんと、ドゥカティさんとじゃないね、ドゥカティさんだけで、ズクさんもありますね。コケシカさん、あ、そうだ、コケシカさんだそうだ、そうだ、そうだ、あ、ハッピーなやつがありますね。かわいいですね、これも。ね、どうですか、コケシカさん。コケシが好きな、ちょっとこう、影が出ちゃってる。マトリョーシカ。ね、ハッピー。これ手ぬぐい。そうそう、これ広げると手ぬぐいになるらしいです。手ぬぐいをうまい具合に、こう、ハッピー。この顔のやつありますね、コケシカさんも。で、こうちょっと全体をね、こうわーって全体をこうすると、おっと、おー、いいですね。こういう感じで飾ってます。いいですかね、はい、どうですか、伝わります伝わってますかね。来られたことある人も分かると思うんですけど、来られたことない方のために、こっちもですね。じゃあ、はい、壊しましょうかね。あー、いいですね。よし、こんな感じで手ぬぐい店やってますんで、まだ来られてない方はぜひいらしてみてください。はい、今日は手ぬぐい店のお店の雰囲気の紹介動画でした。ありがとうございました。